はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ドラゴンクエスト7もやっていきましょう。ちょっと選んだ道が間違えましたね。あ、ワンダイク、またランダムで孵化するやつだよね、きっとね。は、今のドラゴン斬りってやつですか。ほう、びっくりしちゃった。あ、しまった。私楽器弾くこのとこ行ってないわ。あ、でもいいとこで思い出した。彼のとこ行ってないよね、私ね。行かないといけないのに。アルーラじゃないね。あ、そのミルビンさんが覚えてんだ、リルミとね。これ嬉しかった。で、私のウーラで、あ、マージラスだね。そうだ、あそこで一度彼とご対面するべきなんだよね。よいしょ、あと私は、あ、お金足んないね。いいの買えるかなと思ったんですが。さあ、あれ、やついない。最近ヨハンパッとり来なくなったの寂しいわと。あら、この頃ヨハンってば全くドラを引かなくなったのよ。怪我でもしたのかしら。ということは先にヨハン君を見つけないといけないんだね。旅の疲れを癒すには酒が一番さ、飲んでいてくださいと。せっかくヨハンが酒場に来なくなったというのに相変わらず俺はモテない。ダームの神殿に転職でもしようかなと。いや、モテるのがいいって思うのは若い頃だけですよ。もうね、いい年になったらもうモテたいとも思わないしね。あ、私は思わないな、もう。本当に。なんかいいのある？なんか売ってもいいんだけど。アイラさん意外に上がらない。あ、そうだ、あの天使のローブなんかいいんだろうけど。まあ天使のローブはもう彼女だね、やっぱりね。あのマリブレさんだよね。ことのほか上がらないね。おお。あ、ドラゴンシールド、え、この子シールド持ってないの？いや、ああ、シルバートレイ持ってんだわ。シルバートレイなんてもう、そんな古いの持たなくても。てか私、盾ないのかな？盾ないね。盾持ってないわ。彼はどこにいるんだろう。この下は、かつてここが王立魔法研究所と呼ばれたその時のままになっています。見学されるのでしたら、いや、彼はいそうな雰囲気全くないけどね。うん、ないね。ということは彼を探すのが今の目標になりますね。この国は昔魔法文字戦争、ああ、これは聞きましたね。これは聞きました。誰か知らない彼の行き場所。あ、ヨハンってトゥーラ引きがこの間すごい騒ぎを起こしたんだ。おお、なんだい？あら、いや、それだけかい？ヨハンたらお葬式にお祭りの曲を弾いたんだよ。確かに上手だったけどさ、家の人たちはカンカンさん、随分怒ってたよと。おお。知ってる？この国で一番やねと。ああ、グレーテさんね。あ、そうだ、グレーテさん、まあ別に会わなくていいか、そんなに久しぶりじゃないんで。ああ、ここだ。あのバカ者ヨハンは今はここにはおりません。大方酒場か女のところでしょう。心を入れ替えるまではトゥーラを引いてはならんと命じてから家に戻らないのです。あら、おやー、酒場いなかったよね。酒場にはいなかったよ。井戸の中かい？ヨハンさん知らない？ああ、ヨハンさん知らないか。関係ないんだね、きっと。ヨハンさん、ここは意外に教会。にゃーんと、にゃにゃにゃーんと。あ、ここは教会じゃないのかな。ああ、人いたね。この人あれだよね、志願しに来たけどもっていう。私は戦士、強いぞ、ごついぞと。やはり難しい。だがお城に雇われるためになんとかをマスターせねばと。森から思えるもんでもないと思うんですけどね、歌はね。ああ、この二人か。あら、この二人こっちに来てるよ。俺っち迷惑っす。隣のやつが居候してるっす。ダララーと。妹に追い出されちまった。畜生、ルルリラーと。
あ、やつだわ、きっと。ねえねえ、お葬式のことまだ気にしてるの？ヨハンってバーと。いいじゃん、あの曲。私はビビッときたけどな。またねえ、またトゥーラ弾いてよと。気が乗らねえんだ、ベイベー。頼むから、俺らのことはほっといてくれと。何をもう、いきなりうちに置いてくれなんて頼んどいてと。うわ、紐だなあ。あ、もう何も動かない。ということはもう。ということは、まさか、並べ替え？いやいや、関係ないよね。関係ないよね。ということは、これは動かないと。ここでは話は動かないと踏みましょう。あ、でも一応、お師匠さんに言っておきますか。お師匠さんに言って変わんなかったらもう行きましょう。あ、酒場か女のところっていうのは、女の子のところが、付き合ってる女の子があそこだったということだね。わかりました。じゃあ、行きましょう。ああ、そうだ、アイラさん覚えてないわ。強さじゃない。並び替えだね。さあ、じゃあね、もう一度、謎の神殿行きましょう。左下だったね、右下だったね、あの左、緑のね、ここだね。なんかあの2本の下に出てるのがね、人の足に見えるんだけどね、私はね。さあ今度は真ん中から行かないといけないんですね。おお、ダッシュラン、あら、ダッシュラン久しぶりだね。そんなに強くなかったよね。ね。あ、今回アイラさん早かった。お、なんか川挟んで村がありますね。行きましょうか。お、斜めに、おお、すごい。なんかちょっと私マインクラフト思い出しちゃったんだけど。おお、なんだい。あちは縦札を読んだ。西方の谷、この下と書いてあると。ああ、マインクラフトも久しぶりにやったらどうだかな、いいのかな、わかんないけど。あんまり私マインクラフトめちゃくちゃはまらなかったんでね。ほい、西風の谷へようこそ。ここは自由に空を舞うリファ族のコラズ谷へと。おお、自由に空を舞うなんて他の種族の人には信じられないかしら。あ、いや、見たことありますよ。いいえ、そうならごめんなさい。時々そんなの嘘だっていう人もいるものだからねと。いや、まあまあ信じれないんでしょうけどね。私は天空シリーズやってますからね。ここ西風の谷の風はもう 何でも止むことなく吹き続けています。私たちリファ族は風を浴びて空を舞う種族、つまりこの谷は私たちに適した土地なのです。あ、もうこの人たちがリファ族なのか。あ、まだいいかな。はい、あ、ちょっと待って、あなた、あ、この人も、あ、羽生えてるわ。ああ、いや、目の前にしたらそれは信じるしかないよね。お、なんとも、あれ、設計図じゃない、生息図、生息図、使うとなくなるが効き目バッチリ。よくわかんないな。使うメルビア、魔物の生息図、しかし、あ、魔物の住処について書かれたもの、これはあのおっちゃんにあげればいいのかな。何遍言ったらわかるんじゃ。あんなしころリファ族には不要なものじゃ。
それをわざわざ危険を冒して取りに行こうなど、族長の考えることとは思えんわいと。神の石は必要なものだ。これ族長ね、あの石はこの谷にやまない風を与えてくださった。そのやまない風というのがそもそも不要と言ったらんじゃと。地に足をつき、時に自然の風に乗り空を舞う。それがリファ族の本来の生き方じゃろうと。今はもう母さんの頃とは違うんだ。今風が止んだらリファ族の者は生きていけないと。なら勝手にするがいいと。あいなき無意味な石子のために好きなだけ他の人間の命を危険にさらすがいいと。とにかく神の石は必要だ。リファ族は戦いには向かないが、精鋭を集めればと。これ誰と族長喋ってるのかな。あのお母さんみたいなおばさんと喋ってるのかな。もう知らん、バカな族長を思って他人の連中はつくづく不幸じゃわいと。あらら、怖いおばさんだね。おお、民の方ですか。来た早々にお恥ずかしいところをお見せしてしまいましたねと。実は最近この大陸で困ったことが起き、そのことで今も母と揉めていたのです。お母さんなのか。こんな時に他人に来られたのも何かの縁。せっかくですので私の話を聞いてください。この谷より北に我らリファ族が代々守り続けていた神殿があるのですが、半月ほど前、風その神殿に急に、国運が舞い降り、そこから魔物が次々と現れ出したのです。神殿の人々は逃げ出しましたが、その時に神の石という石を神殿に残してきてしまったのです。神の石というのはこの谷にやまない風を運ぶ石。このままではいつ谷の風が止んでしまうか。そこでどうにか神の石を取り戻すために神殿に向かう精鋭を探していたのですが、そうだ、見たところあなた方は相当に腕が立ちそうだ。お願いです、我らに代わり神の神殿より、北の神殿より、神の石を取ってきてはくれませんか。まあ、そういうことだね、いいよ。おお、ありがたい。では神の石を持ち帰った時にはできる限りのお礼を尽くしましょう。神殿向かいの崖より外に出た北の先です。それではお願いいたしましたぞと。ああ、リファ族の像のようだ。これは壁には絵が飾られている。特に変わった本はなしと。日記を書いてある。丸月バツ日、今日ヨゼフという名の青年が灰色の雨の恐怖を語っていた。あー、ヨゼフ君、そうか、青年になってるんだ。いや、あれから30何年とか3、40年経ってるという設定だと思うから、もう彼も青年というか、もう青年後半だね。もう我々年上になっちゃってる。灰色の雨のおじいちゃんと残ってた子だよね。灰色の雨を体に浴びると人間の体がたちまち石になってしまうという青年は谷の皆に説明して回った。にわかには信じがたい話だったが、青年の真剣な様子からしてきっと本当のことなのだろうと。はい、特に何もね。なんと小さなメダルを見つけ、本当メダル行かないといけないわ。めっちゃ溜まってきてるね。おかしいな、フィリアが花を摘みに行ったけど全然帰ってこないわ。だいたいフィリアってば空も飛べないなんて本当にどんくさいんだからと。空が飛べるのが当たり前なんだからね。でも空飛べる人がいたらね、私思うんですけど、足なんかもう細々になっちゃうような気がしますね。でもそんなことないのか、鳥の足もあるもんね。そうだね、まあ、飛べないダチョウの足はすごく太いけどね、たくましいけどね。なるほど、こういう感じになってんだね。はい、宿ね。もう高いの、まだいいです。高いな。なんかありますか。はい、特に何もね。チョコとかね、ぐるっと見とかないとね、何あるか分かんないからね。はい、優勝宝箱取れちゃうよと。不用心だね。鍵があったところでね。しかも売上金盗んでるような気がするね。こんなところで言ってくれるの、断ります、ごめんなさいね。さあ、じゃあね、こうかな。よいしょ。はい、おい、お、すごい演出だ。これ私が回してんじゃないんですよ、勝手に回っていってんですよ。で、結局戦いに行くとなるのか。花が摘みたければ崖の上まで一気に飛べばいいのにさ。なんでお前はいつも地面をベタベタ歩いてんだよと。何度も言ったじゃない、私空を飛べないからと。
だってお前、族長さんとこの娘だろ。なら、なんで食べないんだよ。と。それも何度も言ったよ。私、リファ族じゃないから拾われた子だから。と。わあ、いじみだね、これね。子供は残酷だね。おい、聞いたかよ、フィリアは。族長さんの本当の娘じゃないんだって。と。やい、フィリアは広い子、フィリアは広い子と。うわぁ、もう、本当にもうちょっとね、なんだろう。なんだよ。あ、この人たちリファ族じゃないぞと。ってことはまずい、フィリアの仲間だ、逃げろと。もうげんこつしてやろうかなと。おすごい逃げ方するな、あれじゃ捕まえらんないわ。え、どうもどうもありがとうと。私早く帰らないと、今度はお姉ちゃんに叱られるから。じゃあねと。お姉ちゃんもいいんだよね。あの翼生えてた子か。いっぺん、おーおーおー、何え、さっきもフィリアちゃんが一人で花を摘んでいたわ。他の村で暮らしていれば普通の子なのに、リファ族の谷で暮らすなんてかわいそうね。そりゃそうだね。それだけ言いに来たの？ちょっと一応フィリアさん、フィリアちゃんだね、見に行ってみましょうというところで、ちょっとお時間よくなっちゃいましたね。おお、すごい演出だ。じゃあこの辺でドラゴンクエスト7ですね。あ、セーブしていこう。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。